三代目、江戸屋猫八は、モノマネ師、俳優。落語芸術協会に所属していた。本名は、岡田六郎。愛称は、江戸猫。父は、初代江戸屋猫八。落語家の三遊亭歌詞は、長女の夫。四代目、江戸屋猫八は、長男、江戸屋招き猫は、次女、江戸屋猫ハッピーは三女。二代目、江戸屋子猫は孫。 広島に原爆が投下された1945年8月6日、当時23歳の猫八は、同志内宇治名に駐屯する陸軍船舶砲兵第一連隊の岡田六郎兵長として軍務に従事していた。当日朝は、地方巡業中の移動劇団、桜隊の一員として、広島に滞在していた旧地の女優、その恵子と会う予定であったが、 前日の軍記祭で生体模写を披露し獲得した優勝商品の酒を飲みすぎ、二日酔いで寝坊したため、朝の天庫に遅刻し、その意と会うことができなくなった。そして、部下の初年兵に起こされた直後に、原爆投下に遭遇した。しかし連帯が置かれていたウジナは、爆心地から3キロメートル以上隔たっていたため、直接の被害は少なく、猫八は、 七三町の船舶砲兵団司令部との連絡を取るためお幸い橋方面の被害状況の偵察を上官から命じられ初めて山上を目の当たりにすることになったその後彼は暁部隊の一員として市内の救援医療活動に動員されたため市内に高度に残留していた放射線に被爆復員後は生涯にわたって二次被爆が原因と思われる 体調不良と戦い続けることとなった。被爆時、事後の救援、医療活動病院での体験は、猫八にとってあまりにも悲惨で生涯トラウマとなるほど、忌まわしいものであったため、長い間この体験は語られなかったが、後年、兵隊暮らしとピカドン、キノコ雲から生い出した猫を表して、自らの被爆当時を記している。他自ら車の運転をしていたが、 自宅の車庫が非常に狭く、常に車庫入れの際は車庫の壁と車の隙間が数センチ単位での微調整を余儀なくされており、車庫入れの模様をワイドショーやバラエティ番組などで放送されることもあった。中央競馬の馬所としても活動しており、中央競馬で10勝を挙げた他形成杯3歳、ステークス。 東京四歳ステークスで二着に入った気圧とエートなどを所有した。鬼平犯課長に出演していたこともあり、所属していた落語芸術協会の同僚である桂歌丸から中村吉右衛門のサインをもらって、欲しいと仲介役を頼まれたことがあったという。これは吉右衛門と歌丸の接点が直接なかったためとのことだが、猫八没後に吉右衛門は、 テレ屋さんだったんでしょうねと頭を撫でながら語っている。実は、猫が苦手で、猫好きの三女江戸屋猫ハッピーが保護した捨て猫を飼うことに反対していたが、結局名前もつけて、家に迎えたことがある。ありがとうございます。